それではこのお時間からは展望番組をお届けしてまいります。本日も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。あっさあ本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ6日間シリーズで開催中の夜の九州スポーツ杯、本日4日目を迎えました。さあ長谷さん、連日暑いですね。本当暑いですね。はい、さあいいお天気の中、水面では熱い戦いが繰り広げられているんですが、さあ予選最終日ということで気になるのは得点率争いなんですが、さあ長谷さん、まずは1位に永田修司選手、2位に枝尾勝選手と、まあ、この2人が 9.00 と得点率タイということで1位タイと並んでいるんですが、まず1位の永田選手、改めてこう今節見られての気配、印象どうですか？唯一のオール2連敗ですからね、はい、ただインで2回負けておっとと思うことはあるんですけど、船足はいいと思います、はい、全体的にいい仕上がりと思いますよ、うん、はい。さあそしてね、昨日の展望でもお話ありました2位の枝尾勝選手なんですが、こちらも良くなっているような気配ですか？こちらもオール3連敗ですね、はい、船足伸びを中心にいいと思います。はい、ありがとうございます。さあそして3位なんですが、塩田北斗選手が今つけています。さあ塩田選手もどうですか、今節の船足の気力的には？伸び方っぽいですよね、うん、本人は伸びはいいんだけど、出足回り足乗り心地に関しては大村を考えるともう少しでもいいところがあるんでね、そこをがあるので大丈夫と思いますけどね、はい。さあ首位争いもそうなんですが、さあ4位には、スタート校舎の山田哲也選手、そして、同じく4位タイには酒見俊介選手、こちらも、ね、伸びに今節注目なんですが、さあ上位の得点率争いも目が離せないんですが、さあそしてですね、注目なのが地元の赤坂俊介選手なんですが、はいはい、現在6位につけておりますが、どうですか、うん、長谷さんから見て今節の赤坂選手は。今節はいいんでしっかり勝ってますね、はい。昨日はチルトを跳ねてプロペラも叩いていたそうですね、はい、雰囲気としては悪くないと思います。ただ、うん、いい人はいるでしょうね。 あとは今節が終わってフライング休みが入るので、はい、うん、その辺はやっぱり気にはなりますよね。スタートには気を使ってますよね、うん、そうですよね。さあぜひね、地元の赤坂選手にも注目していただきたいんですが、さあそして3日目終了時点でボーダーもちょっと 5.50 といつもよりちょっと低いのかなという感じの、まあ、5.50 の上が 5.80 はすぐいますしね、うんうん、まあ、6点なんでね、まあ、ボーダー6点下回る可能性は確かに、ありますよね、はい、そうですよね。さあそこも注目も集まりそうなんですが、さあ本日も得点率争いにご注目していただきまして、最終レースまでぜひお楽しみください。さあ長谷さんにも今日は2レース予想していただいておりますので、まずは1つ目のレース、フリップご覧いただきましょう。さあ長谷さん、今日は第11レース挙げていただきました。さあ注目ポイントなんですが、気配上向いた枝尾勝選手が逃げるよインでマッサルハッスルね、挙げていただきました。予選は11レースまでですからね、はい、まあ、ここが今日の、まあ、一応メインレースという形でもいいんじゃないでしょうかね、うん、はい。ね、枝尾くんね、本当初日は大したことないですよって言ったけど、普通の回目から良くなってますよっていうの、はい、もう参ったよと思うぐらいでも船足いいですね、はい。まあ、最後の1号艇、まあ、はい、今日彼にとってはこの天増の11レースの1号艇というのは大きいと思います、うん、はい、もしかすると永田選手との、ね、うん、まあ、トップ争いがある中で予選1位がかかるレースになるかもしれませんからね、はい、いろんな意味を含めて注目ですね。さあまずはここ進入なんですけれども、枠になると思います。ただ、はい、落合選手がどうするのかというのが今節スローばかりなんですよね、はい、2日目の4号艇の時も4コーススローでした、はい。ですんで、まあ、スタートチェンジ見てほしいですね。おそらくスローにするけど、うん、はい、もしかしたらダッシュに引く可能性もあるんでね、まあ、どうするのかというところでしょうね、はい、うん。さあ第11列進入から注目していただければと思います。さあそして印は、1号艇の枝尾選手からですね。インで受けて立つレースですね、はい、船足良いですからね、うん。まあ、最近1年間のイン1着率も 77% あります、はい、そして2日目には協力機を相手にインから勝っていますね、はい。ですので今委員は13走連続に連帯中と、うん、まあ、伸びがいいし、まあ、3日目までね、はい、トップスタートこそないんですけども、うん、2走目以降は10台決まってます、うん、コンスタントにだん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 スタートも合ってきたと思いますので、はい、ここはもう委員から押し切るレースでしょうね、はい。さあ相手なんですが、対抗評価には5号艇の松崎選手につけていただきました。こちらも A1 レーサーですからね、はい、船足はねちょっとまあ普通くらいと思います。普通、本人が言うには普通か普通よりちょっといいですよとは言ってますね、はい。
ここは落合選手がスローになれば可能になるのは松崎選手、はい、そうですね、ここはねしっかりとね、思い切って攻めていきたいところでしょうね。はい、さあまず本戦で気になるのは1番5番から3着は流しとなっているんですよね。ここはですね松崎選手が攻めていくなら、まあ、5角になって攻めていくのなら、はい、渡辺選手まで出番があるのかなと思ったので、はい、まあ、3着薄めも警戒ということでいきました。ただここですね、はい、中島秀和選手が出てないんですよね。昨日もちょっと2コースのレースありましたが、はい、スタート遅れるし伸びられるしやっぱちょっと厳しい足なんですよね、はい、そして船足が良くなってるのが3号艇、はい、富永選手、はい、こちらはいいですね。そして落合選手もね、はい、いいんですよ、うん、行き足もねいいしね道中もしっかりしてます、うん、伸びられることもないと言ってました、はい、落合選手今日ね、うん、まあ3日目終わってボーダー付近にいますので今日踏ん張るとこですからね。そうなんですね。なんとしても地元のベテラン落合選手、はい、まあ、これコース上72号機ですからこれモーター間違いなくいいですよ、はい、しっかり決めてほしいとか、ここはもう枝尾選手の逃げから相手も松崎選手 2,3 着に来るのではないかというフォーカス、はい、福岡支部の A1 レースは頑張ってくださいという印ですね。わかりました。さあ、本戦のフォーカス1番5番流し、そして1,3,5,1,4,5ということでフォーカス上げていただきました、まあ、ここ枝尾選手信頼ということで狙い目はなしで、そうですね、頑張ってよマッサルさん、はい、マッサルさん頑張っていただきましょう。さあということで第11レースこのように展開予想を上げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされてお楽しみください。それでは2つ目のレースはどのレースを上げていただいたんでしょうか。そちらのフリップご覧いただきましょう。さあ橋さん、今日の、2つ目の注目レースなんですが、第12レースを上げていただきました。ここも予選が終わってからの一般特賞なんですけどね、はい、まあ、ちょっとここでね狙ってみようかなと思ってます、うん、はい、さあ、そんな中、ここは進入まずは動きはなさそうですかね。外は前付けないと思うんでね、枠なりで3対3になると思いますね、はい、ただここね音藤選手がフライング持ってるんですね、はい、まあ、出走用にはフライング1本ですけどね、うん、ただ前期分と今期分合わせて、まあ、60日のフライング休みが待ってるんでね、ありますね。スタート、まあ、予選が終わったレースでスタートどこまでいけるのかなという気はしますね。はい、さあ、まずは本戦の解明から、まず失礼いたしました、印の方ですね、はい、まずは岸本選手に20丸つけていただいております。昨日もインから勝ってるんですよね、はい、あの時は昨日はインから 0-4 のスタート決めて逃げたと来ましたね。僕もねしっかりスタート決めてね先前決めたいでしょうね、はい、うん、さあそして対抗評価に挙げていただいているのが6号艇の永田選手ですね。いや、ね、3日目まではオール2連隊、はい、とにかく外からレースでもいいですからね。そうなんです、船橋もやっぱねこれ全体的にいいですよ、はい、あのね伸びに関しては、うん、チルと跳ねている崎見選手にちょっと分が悪いだけで、はい、その分出足もありますし、うん、全体的にいい足と思います。ですので外でもやっぱりね、はい、永田選手の足考えればちょっとなんかどこか展開ついたり自力でまくったりしてね浮上してくるんじゃないのかなと思ってます、はい、分かりました。さあそして3番手評価には5号艇の大久保選手に回していただいております、はい、ここねちょっとね音藤選手がスタートに不安があるし、うん、柴田選手もね普通くらいなんですよね、はい、ということは大久保選手と大久保選手これ足自体これいいんですよ、はいはい、ですので大久保選手、そして2号艇金田選手もね、うん、まあ、チルと跳ねたりいろいろとやってますけどね、うん、モーターそのものこれいいと思いますのでね、はい、ですねちょっとまあ3番4番よりもやっぱり5番と2番の方がいいのかなと思って印は回しました、うん、はい、さあ印の回ってる、メンバーで1番から6番5番2番の2、3着の6点挙げていただきました、はい、さあそして狙い目なんですよね、まあ、先ほど5号艇大久保選手、はい、お話ありましたけれども、うん、あの3日目までね、はい、未勝利ではありますが展示タイムがこれ常に1位なんですよね、うん、だから足そのものこれいいんです。だから本人はレースに行くと乗りづらさがあるって言ってるんですよね、はい、でもそろそろプロペラ合わせてくるでしょう、もう4日目ですからもうそうですね、ですんで外からでも自力でねしっかり行ければ出番があるし、はい、ここは音藤選手がねあんまりね S いけない状況を考えれば、うん、4番柴田選手がかとか攻めていくこともありそうだ、はい、展開ついてのね、うん、浮上ということでね、はい、た
ただ大久保選手ね、もう今日は前半5レース走るんですよね、はい、1号艇でね。そうですね、ここでまあおそらく準優入りも決めてくると思いますよ、うん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 、そしてねそこで1着になれば、はい、ここで通算1000勝がかかるレースになるんです。そうなんですね。だから今までのね、未勝利をね今日一気に晴らしてもらう可能性があるのかなと思ってね、はい、船足もいいし外枠なんでちょっと狙っていいところかなと思いました、はい、でここもね相手もね、うん、やっぱ印の回ってる永田選手や岸本選手でいいと思ったんですよね、はい、で3着に全にしたっていうのは、はい、前売りオーツ見たらこれ高配当だったんでとりあえず流しとこうと穴はあ流せですよね、はい、と言ってもなかったんでちょっと流してみました。わかりました。本人言ってますからね、足はいい場合って言ってるんでね頑張ってくださいよね。はい、期待集まりそうですね。さあ、足はいい場合ということで5号手の大久保選手を頭から5番6番流し51流しということで挙げていただきましたので、ぜひ皆様この第12レース予想の参考にされてお楽しみいただければと思います。さあ、そして本日も、予選最終日となりますので熱い戦いにご期待いただければと思います。本日も、展望番組お付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。